なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。では。ちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより、彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな？俺とこいつ、どっちが好き？ねえ。急いでますので、それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけど。なあ、その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。んだと、おっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。てめえの悲鳴を聞くのやってやろうぜ。出番が来たな。かかってこいや。俺の番だ。頑張りますか。かかってこい。よし、やるぜ。俺の活躍だぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんた、アナウンサーなのか？はい、私、TBS アナウンサーのうないりさと申します。俺は春日だ。春日一番、よろしくね。しかし、有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か？あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？あー、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私、ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。
勇者に。そうですか、いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか、久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。はい、今夜も放送。今夜も放送が始まりました。うないさん、よろしくお願いします。田村さん、よろしくお願いします。今日ね、私この放送前に昼前からですね、神室町の映画館、神室シアター、ニューテンポシアター、まだまだ余裕だぜ。ご存知ですか？はい、うん、あの神室町の中にありますよね、うん。あのこの番組で毎週やっている映画評コーナー、ムービーウォッチドラゴンのために、まあ行ってきたんですよね、うんうん。でまあ、あの神室町のあたりもちょっとこう散策してきたんですけど、相変わらず人多くてね、活気ありましたね、やっぱ ね、 そうですよね。うん、ちょっとこう荒っぽい匂いもあったりするんだけど、そこがいいね、いい感じですよね、これね。でですね、私あのこの神室町に映画行くときは、だいたい決まったルーティーン、黄金コースがございまして、喫茶アルプス行くんですね。はい、行ったことありますか？あのいつも前は通るんですよ。あそこ通ってから映画館に行くので、ね、でもちょっとこう老舗感があって、ちょっとね、しょうがない。やってやるぞ。やってやろうぜ。出番が来たな。ほら来い。よいしょ。俺の番だ。来いよ。頑張りますか。よし、やるぜ。みんなかよ、敵だ。俺の活躍だな。コツつかめたんじゃねえか。俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。匂いがするね、はい。まあでも今だったらエモいなんて流行ってそんな、うん、昔ながらの喫茶店なんですけど、まああのいろんな食べ物も有名で、まあナポリタンとか有名なの。ああ、まあな。
おう。はい。私ここで必ず喫茶アルプスのビーフカレーだ。いえ。へえ。ゴールデンは食べ歩いて本格カレーなんか。そうか。うん？え？いいや。へえ。これ、橋の下に穴が見えるだろ。あれがいるんだ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで頑張っ。足が軽いぜ。おお。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ええ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。どこにでも行けそうだ。